えっと、あ、そう。舞台行くよって言ってくれる人がさ、本当にいっぱいいて、すっごい嬉しくてさ、あのー、なんかさ、まあわかんない、その直前になるまでわからない税の方々もね、もちろんたくさんいらっしゃったんだけど、直前になる、ならないとかじゃなくて、ただチケットだけ取ってないみたいな人も割といらっしゃったのね。あの、 ずっとチケットあるとは限らないよ。あるけど。あるよ。全然あるけど。全然あるんだけど。ずっとチケットあるとは限らないよ。わかんないよ。多分あるよ。当日もあると思うよ。でもずっとチケットあると思わないでダメだよ。あると思うけどダメ。<laughs> あるけどないの。だからみんなは、あのもう来れる人は、もう早めに取ってください。チケットを。もう約束してください。それはもう。 早めにチケットを取ってください。そう。なんか、あの、すごいさ、何人かにもさ、あんなに頑張ってシほリンコールしてるのに、なぜ桜に勝てないんだって言ってきた人がね、割といたけど、気合です。魂です、魂。魂で戦うんだよ、魂で。そう。 だからみんな魂で戦いに来てください。ほ <laughs> りに叫ぶ人は魂で戦いに来てください。あのね、違うね。桜を言ってる人の中で、一人信じられない声が通ってる人がいるんですよ。桜コールの方の中にね。しかも、その桜コールの人はもう毎日いる。毎日聞こえる、その人の声。絶対毎日いる人だと思う。私の予想はあの人。 <laughs> もう、もう見つけてるんだけど、多分。多分私は見つけてるんだけど、一人すっごい声が通る人がいて、そう。いや、もちろん桜全体のレベルは高いんだけど、一人ね、すっごい声が通る人がいて、そう人はね、毎日いるんだよ。毎、だって毎日聞くんだもん、その人の声を。毎日聞いてたんだよ、舞台の時。毎公演聞いてたの。 そう。しかも、毎公演、同じぐらいの声量で、サクラーンってこう、通る、通る音なんで、一人だけ通る音の音域で叫んでる人がいるんだよ。そう。だから、みんな負けないように。<laughs> どこで戦がってるんだみたいな、あの、感じですけど。あのね、結構さ、まあ、女の子で来てくれることかもね、たくさんいて、女の子も頑張ってさ、言ってくれてるわけじゃない 言ってくれてありがとうね。たまにいるよねなんか、俺言わないけど、みたいな、俺言わないけど、みたいな感じでこう、見てるだけみたいな。なんか、ちょっと適当にペンライト振っとこうみたいな、なんかあ、よくないよ、そういうの。そう、なんかあの、体育の授業だるいから、ちょっとサボろうぜ男子みたいなの、全然よくないから。全力でやってる男の方が、の方がモテるんだからね。その、そこを間違えんといて。なんま、まあ、まあ、別に。 コールはしないけど、まあ、レスは来るっしょ。みたいなの、あの、求めてないから別に。あの、体育全力でやる人の方がモテるから、絶対。<laughs> だから、だからみんな全力で叫ぶんだよ、そこは。<laughs> 分かったか分かったよな。分かっただろ今、心当たりある人、いたよな。<laughs> 何人か。私は、何人もステージ上から見た。<laughs> ちょっとこう、肘ついて、ちょっとこうなんか、ん みたいな感じで見てる。おうお主だお主 <laughs> お主だぞわかってるよな分かってるよな,分かってるよな前ら辺に座ってるからレス飛んでくると思うなよ。次口動いてなかったら絶対レスしないからな <laughs> 本当に。<laughs> 本当に。そう。だから。<laughs> あの、そういう話です。